最近のイチゴはティアドロップ型しか見かけない話。最近のイチゴはティアドロップ型しか見かけない話。ですね、これはね、子供の頃の話かな。私が子供の頃に、まあ親がイチゴ買ってきたりとかするわけですけども、よく食べてましたけども、イチゴって言ってもいろんな形があって、私は勝手にティアドロップ型って言ってますけども、普通のイチゴの形、よくイラストとかで見るイチゴの形、ちょうど類的状というかな、なんて言ったらいいのかな、まあいわゆるイメージ通りのイチゴの形、これをした、まあ、小粒のイチゴね、これはまあよく見ますよね。それからね、もう一つはその小粒のイチゴは横に2つ並んだような大きさの、しかも平べったいような大きさの、そういうイチゴ、つまりまあなんていうかな、ブクブクってなってるわけ。形もね悪い、形もねあんまり良くないで、ブクブクってなって大きくて、普通のねティアドロップ型のイチゴ2つ並べたよう、横に2つ並べたような形のブクブクっとした、そういうブクブクタイプね、ブクブクタイプ、これも親がよく買ってきて食べてましたね。その比率は半々ぐらいですかね。で、見た目がいいのはやっぱティアドロップ型ですよね。それから大きくてお得感があるのはこのブクブク型、ちょっと形もいびつになってますし、でもまあ味はそんな変わらないからね。で、いちごのショートケーキとかに乗ってるのは当然、ティアドロップ型ですよね。はい。だから、まあいろんな、半分、まあ確率的には半分ぐらいで、親が買ってきてそれ食べてました。でも最近はね、そのいちご売り場とか行ってもね、あんまりブクブクしたタイプの見ないね。もしかしたらあるのかもしれないけども、まあほとんど見ないですかね。普通のねティアドロップ型しか見かけないですね。もしかしたらあるとこにはあるのかもしれないけども、こう私のね、思い込みなのかもしれないけど、子供の頃に比べたら明らかにそのブクブクタイプが減ってきてるなと、そう思うんですね。これは理由あるとは思うんだけども、まああのブクブクね、あの太ったイチゴ、これもですね、まあちょっと懐かしいなと思って、ショートケーキには乗らないけども、イチゴとしてね、普通に食べる分には遜色ないというね、まああのブクブクしたイチゴの話でした。Thank you.